置いてみようかな。うん、桃の香り食べちゃいたい。花の香りがもう充満してるよ。皆さんこんにちは。今東武ニュータウン近くの河北団地に来ております。こちら昭和45年に整備され、25ヘクタールのこの広さに桃、木蓮、桜など5000本以上のものが咲いております。ですか。ピンク、黄色、淡いピンクで、すごく春到来って感じです。まあ見頃はこれからです。では春の香りをちょっと味わってみましょう、感じてみましょう。まあまだ満開ではないんですけどね、ちょっとつぼみもあります。これから見ごろを迎えようとしています。うん、淡い桜の香りするんですが、ちょっと若干花粉症なので分かりづらくなってます。はぁ、綺麗ですね。青空とピンク。あっちは全然違うですね。あっちも綺麗だね。わあ、こっち満開じゃないですか。ほら、あっちももうすぐ満開。咲いたら綺麗だろうな。ね。